タイネさんどうも、はしょうございます。前回続きましてドボルザークアメリカ国曲の解説を始めていきたいと思います。今日は第2曲1回目、冒頭から60小節目までを解説していきます。冒頭は8分の3拍子アレグロ早いテンポで始まります。で、Cシャンによって振り方に差が出てきまして、大きく1つ振りで振る可能性もありますし、あるいは8分単位で細かく3つで振る可能性もあります。まずボーイングなんですけれども、冒頭2小節間と7小節目から2小節間はフォルテが続きますので、全てダウンで弾いていただきたいと思います。で、ピッチカードのポジションですが、まず3小節目、最初のアーディスは、ハーフポジションで2、1でも構いませんし、あるいは低線で、第3ポジションで4、2と取っていただいても構いません。どちらで取った場合でも、次のフィス A は、第1ポジションで4、1と取っていただきたいと思います。その後もギス、アが出てきますが、ここもゲーセン、デーセン、どちらを使っていただいても構いません。で、6小節目なんですけれども、アーフタクトのギスとまとめて、ここは第2、第3の中間ポジションで、ギスとチスを4、1とまとめて取っていただきたいと思います。アーとギスをデーセンを使った場合で、3小節目から通して演奏します。第3ポジションから始める場合は、このような形となります。9小節目からもう最初のアーディスはゲーセン、デーセン、どちらから始めていただいても構いませんが、11小節目は第2、第3の中間ポジションを使っていただきたいと思います。ゲーセンで取った場合で始めますと、ここまでは全く同じ形となります。で、10小節目、200名のフィスから第2、第3の中間ポジションを使って、このフィス、フィシス、このダブルシャープを1、2とまとめて取った後、11小節目のディスのオクターブを4、1とまとめて取ります。で、最後もチスになりますので、ポジションを変えずにアーセンベ1でまとめて取るようにしてください。アルコになります。14小節目16小節目はいずれもコンサンドがついていますので、両方ともダウンで弾くようにしてください。で、18小節目からのポジションですが、最初のアイスは第4ポジションを使ってデーセンベ2で取っていただきたいと思います。次の小節のハートまとめて取って、この後の A のオクターブを4、1とここの A のオクターブをまとめて取っていただきたいと。で、次もディスのオクターブになりますので、第3、第4の中間ポジションを使って、このディスのオクターブをまとめて取るようにしてください。で、最後のディスもポジションを変えずに、デーセンで1で取るとまとめて取ることができます。18小節目から通しますと、このような形となります。23小節目から2小節間はディスとディスになりますので、ここは第2、第3の中間ポジションで、ディスをアーセンで4、ディスをエーセンで1とまとめて取るようにしてください。で、25小節目から4小節間なんですけれども、ここはゲーセン、デーセン、どちらを使っていただいても構いません。で、ゲーセンの場合は最初のハーは第1ポジションで4で取ります。で、デーセンの場合は第4ポジションで4で取ります。どちらで取っていただいても構いません。しばらく休みがありまして、ベースは39小節目からあります。で、ここは冒頭の形が再現されるんですけれども、始まって2小節間は全てダウン。で、41小節目からは、3小節目のピッチカートがアルプになる以外は全く同じ形になりますので、惰性でピッチカートで弾かないように注意していただきたいと思います。で、ここからのボーイングは最初の青、ダウンで入って、二順で弾いていただき、43小節目でダウン、アップ、アップと弾いて、最後の窒素をダウンと弾いていただきたいと思います。39小節目から通して演奏します。このようなボーイングとなります。45小節目から2小節間はポジションを説明していきます。最初は第2、第3の中間ポジションでチスをゲーセンで4で、次のディス、フィスはポジションを変えずにデーセンに移って4、1とまとめて取っていただきたいと思います。で、3拍目の A、チスはアーセン1本で A を第3ポジションで4で、チスを第2、第3の中間ポジションに戻って1と取る形になります。46小節目で同じ形が出てきますので、ここを使ってゆっくり弾きますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。で、47小節目で A が出てきますので、再び第3ポジションに戻ってアーセンを使って4で取っていただきたいと思います。で、ここからのボーイングはダウンから入って意味順で弾くんですけれども、53小節目でダウン、アップ、アップと弾いて、フォルティッシモになります54小節目のチスをダウンと弾いていただきたいと。で、遡りまして45小節目から2小節間のボーイングなんですけれども、ここからフォルティッシモになりますので、最初のチスはいずれもダウンで弾いていただき、200目のギスでダウンで弾き直しを行って、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップと弾いていただきたいと思います。45小節目からゆっくり弾きますと、
から5小節間のポジションも地図を1で取っていますので、この後に出てくる A、リスもいずれも第3ポジションを使ってアーセン1本で4人と取っていただきたいと思います。このような形となります。で、大きな関門になります56小節目アフタクトのポジションを説明していきます。で、ここは親指ポジションを使える方と使えない方のポジションを両方説明していきます。まず親指を使う場合なんですけれども、どの音を親指で取るかなんですけれども、ここは A で親指を取ります。で、リス、フィスを3、1とまとめて取って、で、A を親指で取ります。で、左手の形は変えずに地図を D 線に移って1で取っていただきたいと思います。で、リスで第2、第3の中間ポジションまで跳躍して、フィスとまとめて4、1で、A、地図をアーセン1本で4、1と取る形になります。最初からゆっくりいきますと、親指を使う場合はこのようなポジションとなります。続いて親指を使わない場合のポジションなんですけれども、最初のギスは第6第7の中間ポジションで3で取ります。で、次のギスを第5第6の中間ポジションで4で、ここからポジションを変えずに A を1で、地図を D 線に移って4と取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、リスからは同じ形になりますので、第2第3の中間ポジションまで跳躍してリスとまとめて4、1で、 A、チスをアーセン1本で4、1と取ります。このような形となります。で、最初からいきますと、親指を使わない場合はこのようなポジションとなります。57小節目から4小節間のチスのタイですが、ディミネンドで最後はピアノになりますので、できるだけ段一組で終わっていただきたいんですけれども、それでも足りないというのであれば1回返していただいても構いません。で、その場合は最後のフェルマータの60小節目で1回返してアップと終わっていただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明したことで何といっても外せないのは56小節目アフタクトからのポジション取りになります。まず最初の段階ではゆっくりしたテンポから練習するのは当然なんですけれども、最初のギスの音を正しい音程で取れているか、正しい左手の形で押さえられているかどうかも確認しながら練習していただきたいと思います。第2曲1回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。